はい、ということで本日はロッテマーケットに買い物に来ました。999ウォン。たまにはこういうお外の動画上げないと、韓国に本当にいるのみたいなね、家の中にずっといるからさ、たまにはお外の動画も撮ってみました。はい、ということでいろいろ買いました。戻ります。お家帰ります。 A few inches later. もう最低。ね、誰がした？あんたやろ？ねえ、こんげなあんたしかおらんわ。そこ10分15分ぐらいで、なんでこんげなことができっと？ねえ、誰がしたと？ねえ、ねえ、これ誰がした？あんたやわ。ねえ、なんでこんなことすっと？もうこの家でティッシュとか置けんわ。ねえ、なんでこんげなことすっと？はい、どうもこんばんは、マキです。ということで、さっきまでね、コンジもいっぱい悪いことして、悪いことやる子なんですよ。ほんとあえてね、あれは 1,2 回じゃありません。まあね、そういう対策もしていきつつね、やっていきたいと思うんですけど、本日は僕はね、ちょっとシチューが好きなんですよ。急だけどシチューが大好きで、ちょっとシチューをね、韓国って売ってなくて、で、うちの姉がシチューをね、仕送りで送ってきてくれたんですよ。シチューの素、シチューミックス、これ送ってきてくれたんで、これを作っていきたいと思います。じゃあちょっと作っていきましょう。まあ、作っていくよっていう動画なんですけど、まあ一応さっきスーパー行っていろいろ買ってきて、材料みたいなの買ったのよ。で、なんかいつもならね、まあ人参、玉ねぎ、鶏肉で、鶏肉がね、胸肉しかなかったのよ。本当はもも肉が良かったんだけど、まあしゃあないです。じゃがいもとブロッコリー、僕ブロッコリー入れます。それとね、今回ちょっとなんだっけ、キノコ、なんだっけこれ、ブナシメジ、チャンノータリボソ、ボソっていうのはキノコっていうのは分かるんだけど、これが何のキノコかちょっと忘れました。まあなんかここら辺をパパッと調理して作っていきたいと思います。言うてね、鍋がそんな大きくないから、なんか半分ぐらいにしとこう。人参もじゃがいも1個でいいか。男1人だし、今ユージがいたらなんかしっかり作ってあげたりとかするんですけど、鶏肉も1個でいいや。僕意外と料理できるんですよ。すごい電気がチカチカするんですよ。電気はさっき買ってきて電気切れてるのかなと思ったんだけど、付け替えて思った、もうこれ電気の回路が悪いかなんかなんですよ。それかこのマンション自体かなんかがよく分からんけど、良くないんですよねこれ。めちゃくちゃうざい。電気切っていいですか。ごめんなさいね。野菜ちゃんたちの下処理をしていきます。猫の手とかめんどくさくて普段しないんだけど、ちょっと動画のために猫の手しときますね。あの、皆さんどうでした？あの、実家とか母の味とか言うじゃないですか。まあもちろんうちの母親もめちゃめちゃ料理してたんだけど、どっちかっていうと父親の方が料理うまくて、だからなんかね、いつも聞かれるのよ、俺なんでこの切り方しちゃったんだろう、いちょう切りみたいな。だ、母の味って何ですかって言ったら、肉じゃがとか言うと思うんだけど、なんかうちの場合は、うちの親父が作るあんかけ焼きそば、なかなかなくない？マジでうちの兄弟ほとんどそうだと思うんだけど、親父が作るあんかけ焼きそばとかかな、なイメージですけどね。今までで人生で一回も、あ、うちもあんかけ焼きそばだっていう人に出会ったことないからさ、あんかけ焼きそばの人、ぜひともコメント欄で教えてください。一人暮らしだとさ、こう料理するじゃん。で、料理するってこうやっていっぱい買うじゃん。だいたい使い切らんのよ。使い切らんし、これを申し訳ないけど、使わずになんか腐らせちゃったりとかしちゃうから、今回はこれを使い切るように、一時自炊するようにしたいなって思います。まあ、毎回こう気持ち的にはね、こう、あ、したいなっていうふうには思うんだけどね。まあ、なんせ韓国ってこのね、ペダル文化がすごいですから、出前文化。出前のことを、ペダルって言うんですけど、すごいのよねえ、その文化がめちゃくちゃいいから簡単に出前しちゃうんだよね。なかなか自炊をしない。できるんだよ、じゃ料理できるし、なんかいろいろできるんだけど、なんか楽を取っちゃうよね。やだね人間って、なんでそんな簡単にね。
楽を取っちゃうんでしょうか。嫌な生き物でございますよ。なんか料理するたびに思い出すんだけどさ、俺大学2年生の時かな、まあお金もなかったわけですよ。お金もなくて、でもクリスマスプレゼントで俺彼女にビビアンの財布を買ってあげたのよ。でそこでお金使っちゃったもんだから、クリスマスと誕生日が近かったんよ。だから彼女の誕生日の時にもう本当に金欠で、あやばいみたいな、もうどうしようってなったわけよ。でプレゼントも買ってあげれないからっつって、その時俺一人暮らしだったんだけど、彼女一泊二日ぐらいで家に泊まってめちゃめちゃ手料理振る舞ってあげてみたいなしたのよ。貧乏すぎてお金がなさすぎて、もう手作りの愛で許してっていうようなこともやったの、大学2年生の俺は。可愛くない？めちゃめちゃ懐かしいんだよね。だから料理するとね、そういうことね思い出しちゃったりとかしますね。あ、全部バーって言っていいんだ。まあなんか怖いから鶏肉からいきますね。あのここ IH なんですけど、 IH が嫌いすぎて私わざわざ俺ガスコンロを置いてます。ガスコンロ最強だから。さよなら。はい、いってらっしゃい。はい、野菜も入れます。意外といい分量かも。ちびちゃんたちも入れます。ちょっとなんとなくでやってます。はいはい。6 hours later。 姉から電話来て、めちゃめちゃ個人的なあの連絡があったんで動画止めてたんですけど、あのその間にシチューが完成しました。はい、シチューこんな感じです。いい感じ、味付けも良かったということで食べていきます。ね、コンジュコンジュの分はないよ、さっきご飯食べたやん。はい、ということでできました。シチューです。はい、シチューです。はい、いただきたいと思います。いただきます。チャルモッケスムリだ。韓国っぽく行かなきゃ。うん、めちゃくちゃうまい。うわうわ、ユージとかに食わした。せっかく料理作ったならさ、人に食べさせたいよね。一人で食べるのすごい辛い。思ったより胸肉も美味しいです。なんかこのキノコ入ってるのもいい感じ。うん、最高。てかさ、これ話したかったんですけど、最近ね、あの私の大学の時の演奏の動画とか卒業式の動画とかをね、TikTok 上げてる人がいるんですよ。で、なんか、勝手にバズってんのね。TikTok ね、日本にいる時ちょこちょこ見てたりとかしてたんですけど、韓国来た瞬間、トレンドが全部海外みたいになっちゃって、なんかすごい嫌だったから、TikTok 見なくなっちゃったんですけど、マーキュリーで勝手に動画上げてる人いっぱいいるのね。なんかマジで卒業式のやつとかよく見つけたな、みたいな。なんかうちの大学がね、卒業式の様子とかを YouTube に上げてるんですよ。で、そういうのをね、わざわざ拾ってきて、なんかタンバリン演奏してるやつとかさ、まあなんか全然悪いことじゃなければ、僕は別に無断転載。まあなんかみんなが勝手に拡散してくれてる分には嬉しいんですけど。それこそこの間家族で電話してて、そしたら姪っ子がおじさんすごい人気だよみたいな、その友達からおじさんすごいねみたいな言われるんだって。だから宮崎の小学生とかうちの動画見てくれてるんかな、おじさんすごいみたいな。でなんかあの姪っ子が喜んでました。面白いよね、おじさんが YouTuber って。まあなかなかいないよね。ただどうなんだろう、どう思ってんだろう、姪っ子的に。YouTuber だけどさ、特殊じゃん、私なんて。その、ね、アイドルのケツ追っかけてるだけじゃん。どういう気持ちなんだろう。だからみんな、ぜひとも逆にさ、素直に書いてほしいな。おじさんが、自分のおじさんが、なんか YouTuber で、マーキュリーみたいな人だったら、どう思うか。ケツ追っかけてて気持ち悪いなって思っちゃうのかどうか。なんかぜひ、めちゃめちゃ素直に、聞いてみたいです。で、姪っ子とかも全然私のこと嫌いとかでもないし、仲いいし可愛いから、なんか地元帰ったらずっと遊んだりとかもね、したりとかするからね。でも姪っ子はなんとも思ってないんだろうね。友達が言ってたよとか言ってくるからさ。だから悪いことできないなってめっちゃ思った。悪いことしちゃったらさ、宮崎なんて狭いなんか地域のあれだからさ、うわ、あそこのこのおじさん悪いことしたらしいよみたいな、女はぶらかせてどうこうでとかさ、なんか薬どうこうとかなんか言われてさ、でした時なんか村八分にされちゃうからさ、宮崎なんてすごいかわいそう。コロナになったぞあそこの家みたいなイメージを、すごいなんかかわいそうだなと思って、悪いことできないなって改めて思いました。ねえコンジュ、どうしよう。どうですかコンジュも、飼い主さんがアイドルのケツ追っかけてるのはどうですか、嫌ですか。
ということで、めちゃめちゃ美味しかったです。また次の動画で会いましょう。じゃあね。うん、こんにちは。村八分って言葉みんな知ってんのかな。